もこまです。ソビエトリパブリック実況パート20やっていきましょう。ついに20まで来ました。はい、一時的に犯罪がめちゃめちゃ増えてかなりやばい状況でしたけれども、それを乗り越えて発展を再開しました。幸福度も 91% でね、だいぶ上がっています。人口も増えています。ちょっとね、無職が 1% しかいないので、ちょっと労働力足りてないんですけども、はい。でお金もまあまあ増えていく状況にはなっているということで、まあ、今回はその資金力を使ってこのウラン鉱山から取ったウラン鉱石を加工して、核燃料を作ると。でそれを輸出してさらにガッポガッポ儲けていきましょうというところまでちょっと頑張ってやっていこうかなって思ってます。ということで今回も未来へ向けて、いろいろ建設やら何やらやっていこうかと思います。ということでスタートです。とりあえずこのウランはですね、ここでウラン鉱石ができるじゃない。でそれをウラン処理プラントで今酸化ウランにするところまでやってますと。なのでこの続きを建設していきましょう。酸化ウランを一回倉庫に貯めた方が良いのではないかな。残念ながら酸化ウランは、コンベアで運ぶことができない。まあ厳密に言うと原料のウラン鉱石は運び入れることできるんだけど、そっから酸化ウランに加工したものを運び出すことができないんで、工場接続ですかね。まあここちょっと道路を上に浮かせるかなんかでこっち側にこう持ってきて、ここに倉庫作るか、ここに露天貯蔵所建てて、こうかな。ちょっと無理やり感あるけどまあいいでしょう。で倉庫に貯めた酸化ウランは今度はウラン転換プラント、ここで6復活ウランに変えるのか。建てましょう。でかい。こう作ってこうかな。でこれで6復活ウランができたら次はいよいよ核燃料ですね。よし、だいぶ近づいてきたぞ。お、岩炭くん、もう一つ新しいのが立ちましたね。でもうあっという間に220人か。すげえな。これはもう一つ作ってもいいかもね。はいよ。まあ、たくさん建てるとねこっち側の進捗がね悪くなんですけど、まあそこはそれ、これはこれで。さあ、低すぎる市民の幸福度ってこれ出るんだけどさ、大学寮なんだよね。でなんで大学寮で幸福度が低いのかって、学業を終えた学生がいっぱいいるからなんじゃないかなと思ってたけど、どう？ 26%、 普通の学生も44で低いんだけども、まあそれはちょっと見ないふりして、先に学業を終えた人たちを、まあでもそう、結局あの住むとこがないんですよ結局そういう話だから、今ちょっとね追加で住むとこを作ってるんで、ちょっと待ってください。そうだ、これコメントであったんだけど、この今、本体のエリアの方から、山を越えて鉄人28区方面に、まあ道路と鉄道を通してるわけなんですけど、鉄道がねいよいよ、ここのトンネル部分に差し掛かったんですよ。で、くっそほど時間かかるのね。1万9000労働日、約2万労働日ですね。うん、これはめちゃめちゃ時間かかるでしょう。でですよ、トンネル掘削用にこんなの買えるんですよ。トンネル掘削機、これがあればすごく早く掘り進められるんじゃないかなって思うんですけど、見てください、お値段79万ルーブルですね。100万近いじゃない。それは無理だよ。いや無理だよとは言わんけど、マジかよって感じだよね。まあでもちょっと頑張って貯めるかい。あー、借金でもいいや。借金するか、借金しようか簡単に折れる心。75万ぐらい借りてさ、はい、買っちゃうぜ。はい、よっしゃ。さあこれは出発してくれんのか。おおすげえなんだこれ、これはすげえな。これでガリガリやるんか。ちょっとハンコっぽくも見えるな。お、
色変えれるぞ。色変えるか。変わってる？あ、変わってる変わってる。あー、いいんじゃない？ちょっと明るめの色にしとこうか。うん、めちゃめちゃ微妙だな。さあ来ました。どうだ。おお、おお、入ってた入ってた入ってた入ってった。あ、今これやってるんですか？これ。あ、なんかぐるぐる回転してるっぽいっすよ、端っこで。やってるんですね。すげえ。ちゃんと動いてるの面白い。おー、すごい。サクサク進んでいくね。労働者0人で行けるのが素晴らしいよ。で、これ一通り、これが、トンネル工事が0になったら、今度はレンガとか使って仕上げるんだろうね、トンネル。さあ、しばらくはまた金欠が続くかな。借金返さないと。あ、はいはい、出来上がりましたね、新しい。あー、でもここももう埋まっちゃってるよ、220人ずつ。すごいな。え、大学寮の人たち無事に脱出できたのかな。あ、できてない。君らね、行動が遅いんだよ。おい、もうしょうがない、もうちょっと作るか。今度は大学寮の近くだね。ここ一回道路を渡して、その脇に一つでいいかな。一つ作るか。二つ、いやいや、とりあえず一個で。あ、コンクリート工場、砂利がない。砂利がない。砂利工場を作るか。砂利って石炭と違ってどこでも取れるよね。こういう山のとこだった、確か。建てるものいっぱいありすぎるな。だけどもしょうがないよね、コンクリートがないと。そもそも建物が作れないからね。まず砂利採取場で、これで何取るんだ、石材を取るんだね。で、それを砂利製造工場で石材砕いて砂利にすると、はい、2つ必要。金がないから地面平らにできないな。これ無料の掘削機を入手する必要がありますって。あるんだけどさ、これなんで使えないんだっけ。道路がつながってないからか。いいっすよ、じゃあ先に道路つなぎましょうか。いいですよ、やってありますよ。はい、とりあえずここまで作ろうか。ここまで作ったら多分掘削機がここまで来れるから、地面を平らにしてもらおう。おっと、出来上がってました、ウラン転換プラント。あ、ここ化学薬品も使うのか。そうか、じゃあ化学薬品も持ってこなきゃいけないね。まあまあ、ちょっととりあえずこの倉庫が出来上がるまで待ちますかね。金ねえからトラックも買えねえしな。お、もう終わってるじゃん、トンネル掘削。すごっ。で、レンガ積みの工程入りましたね。で、なんかハテナハテナーつって、あ、なんか行ったり来たりしてる、シールドマシーン。どうした、お家に帰りな。え、なんで帰れないんだっけ君。ここで帰れ、あ、反対側に渡れないからってことか。作っときまーす。はい、もうこれはお金かけて作っちゃいましょう。よし、うん、大丈夫だね、戻ってこれそう。はい、もう綺麗な赤になってるけどね。これ以上レンガ積みとかいらないんじゃないですか。これもう使いますよ。よし、この辺り一体完成したので、フォークリフトを買いましょう。本当はね、外貨ドルがあればさ、もうちょっと性能の良さそうなフォークリフトも買えるんですけどね。一度に運べる量がルーブル買いよりも多いけど、まあ今は外貨がないのでしゃあないです。はい、2つぐらいフォークリフト買って、で、ここから酸化ウランを、ここの倉庫に持っていく。あとはここの何だっけ、これウラン転換プラントね。はい、ここで持っていくと。はい、持って行く。はいはいはい、いいですよ。で、一回倉庫に入れたり、はい、ウラン転換プラント入れたりする。で、ウラン転換プラントは化学薬品も必要なので、これはトラックを調達しなきゃいけないね。金がない、しばし待つ。はい、どんどん今税関で輸出しています。でもやっぱ一番はね、家電なんですよね。1万5000ルーブルぐらいで売れるから。で、その次が
燃料だね。2700、2800ルーブルか。やってるやってる。引き際も華麗だね。あー、またこの集合住宅220埋まっちゃった。いや、毎回この作り終わった後なんか出してくんねえかな、完成しましたって。そういうのないんだ、ないのかな。うん、そうだよね、大学寮まだ残ってるよね。うん、君らそれで満足してない？なんか住むとこないんだから就職できないよねみたいな。うん、ずっとこうフリーター生活、フリーターでもないよな、働いてないもんな。大学寮でこう卒業した先輩方がずっとこう管巻いてるってやだな。これバスでさ、工事現場に送るじゃん。この今山越えの道路なんだけど、これだいぶ来てるんですけど、これ送迎はするんだけれども帰りは現地解散なんだよね。それひどくない？こっから歩いて帰るってかい、向こう側まで、あっち側で。丸一日以上かかりそうな気がするけどな。あ、研究プログラム完了。これはもしかしたら法科大学も研究できるものはございません。全部研究し尽くしたわ。医科大学の方ももうないもんね。あ、一個あった、ワクチン接種があるね。あ、これやろう。あとは共産党本部かな。これを、あ、これまだ結構あるんだね。パイプライン接続とか宣伝キャンペーンとかしましょうか。わかんないけど、はい、観光客が増えるんだよねきっと。研究はほぼほぼ完了したので、あとはそれを生かすためのね、実際にこの街づくりに組み込まなきゃいけないんだけど、あの航空機とかね、自動車も生産できるようになったんだけど、それが全然追いついてません。あ、待てよ、俺シールドマシン使ったからもう売っちゃえばいいのか。もうこれ以上トンネル掘ることってあるかな。いや、あるかもしんないな、あるかもしんないけど、いや売っちゃえ。はい、うわ、56まで売れる、いいじゃん、売っちゃえ売っちゃえ、よっしゃー、やった、これで借金全部返しちゃおうぜ。そうか、そうすればよかったな最初からな。じゃあこれで、やっていきましょう、やっていきましょう。はい、ウラン転換プラントに化学薬品をまず持ってくる。ちょっと待って、これ何、これコンテナの種類の設定だって。なんだいこれ。あ、そうだ、なんかコンテナで運ぶとすごくいいですよね。いいですよねって、あの船で運ぶときはコンテナじゃなきゃいけないとか、なんかそういうのあったような気がするよ。まあ今はいいかな、なのか。でも放射線防護の貨物なんだね、これ大丈夫なのかな、普通にこういうのに入れなくて運んじゃっても。まあいっか、やってみよう、害があったらごめんね。はい、トラック1台購入して、これは化学薬品の倉庫、ここから工場へ。うん、あー、ここら辺も本当にだいぶにぎわってるよね。にぎわってるっていう表現でいいのかわかんないけど、工場が立ち並んでるよね、活気があるよ。はい、ここで化学薬品を積み込んだかな、積み込みますね今ね。はいはい、 3.1 トン。あ、だいぶ郊外に来たな、うん、いいですね。はい、どうだ、これで、うん、生産し始めました。ロックフッカウラン。よし、じゃあ、このロックフッカウランを、今度はいよいよ、核燃料に変えましょうか。これも、化学薬品使うんだね。でかいな、これも。でかいぜー。そして、やはりフォークリフトでつなぐ感じか。であれば、一回ここに、こう、置いて、これでいいよね。うん。はい。毒フッカウランは生産スピード遅いから倉庫いらないかなって思ってんだけどね。とりあえず一回なしで作りましょう。あ、待って待って。コンテナになってるね。毒フッカウランが。すげえいっぱい溜まってるけど。え、普通に運べるのか？フォークリフトで。
まあ、ちょっと一回やってみましょう。わかんないけど。よっしゃ、できた。じゃあここでお待ちかね、整地の時間です。さあ、はい。いやいやいや、あるでしょ、無料の掘削機あるんですよ。あるからいけるはずなんですけどね。はい、困ったな。これじゃあどこならいけるんですか。今すげえ頑張ってここまでやったんですけど、どこならいけるんですか。あ、ここ行きますね。あれ、あ、そういうことか。近くになきゃダメなんだ。あ、そう。じゃあ道路車両基地をガンタンクの、わかんない、この辺りに作れば大丈夫か。こう作ります。でもこれはお金で建てちゃいます。油圧ショベルカーをこっちの道路車両基地から引っ越しです。後ろすごい渋滞になってる。あ、どんどん抜いてった。そう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 。おー、ヘリも飛んでる。すごい、いいね。この視点やっぱりいいな。臨場感抜群。はい、ガンタンクです。おー、向こう側、ウラン鉱山。ケーブルカー見えるね。はい、到着。いやー、時間かかりましたね。はーいと。じゃあ、本当の本当に今度こそ、大変お待たせいたしました。この辺かな？原料の品質 99% のところにね、作りたいと思います。はい、よし、いったね。いいよ。あー、なんか油圧ショベルカーが張り切ってる。これお金かけずにできるの素晴らしいね。よし、で合わせて砂利製造工場も作っちゃいましょう。はい、あ、すごい、この間買ったヘリ、これなんだっけ、ミルテンかな、が働いてますね。鋼鉄を置いてった。いいぞ。もう間もなく核燃料生成施設完成です。よっしゃー、完成。夜だけども完成です。核燃料生成施設で、あと問題なのはこのコンテナでパッケージングされた毒フッ化ウランをフォークリフトで持っていけるかなんだよね。ちょっと一回試しにやってみようか。あ、なんかダメっぽい気がする。だってほら、フォークリフトの対象に化学薬品しかないんだもん。じゃあトラックですね。なんか無害トラックで運べそうなウェブの記事を見つけたんで、ちょっと試しにやってみようか。あ、ただ重さが関係するかな。コンテナ重すぎるとちっちゃいトラックじゃ運べないもんね、多分ね。これか、コンテナすげえいっぱいある。 3.45 トン。あ、この車両コンテナ運搬可能な車両表示。あ、すごい、こんな機能あった。これは便利だな。さあ積んでくれるかな。はい、おー、積んだ積んだ、すごー。2つ積んでそれを、はい、生成施設に持っていくと、おー、いいねー。おー、いいよいいよ。よし、で、あとは化学薬品が必要なので、まあ今ここのウラン転換プラントに持ってきている、あの化学薬品持ってきているトラックがいるから、それで兼用すればいいかな。よーし、やっと作れる。核燃料作り始めた。あー、 0.01 トン。これめちゃめちゃ時間かかりそうだね。だって、あ、すごい、1日マックスでフル稼働しても 0.095 トンしか作れないの。もっとたくさん人をこっちに連れてきてほしい。これもう直接だな。バス停トゥーバス停じゃなくて、ここのバス停から直接もう連れていこう。よし、32人ぎっしり乗っけて、さあ核燃料を生成してくれ。ちょろっと、もしかしたらなんか何かしら漏れてるかもしんないけども、お国のために頑張ってほしい。あ、できてるよ。 B 型キャスクっていうコンテナで 0.2 トンの核燃料、これだけで7万4000ルーブル。やば、え、マジで。おお、積んだ。7万ルーブルですよ、これが。すげえ。まあぶっちゃけ核燃料売らなくてもかなりお金貯まるようになってはいるんですけどね、家電と燃料でね。でも
金はたくさんあるに越したことはないさ。建物建てたらすぐになくなっちゃうからね。しかしめちゃめちゃ無造作だよなこれ。核燃料の中に入ってるでしょ。こんなんで運ぶの。ダメじゃない。めっちゃ撒き散らしたのかなこれ。よっしゃー、順番待ち、すごいね。本当はもう一個ぐらい税関欲しいんだけどな。場所微妙なんだよね。今お金が77万、それが84万。素晴らしい。うわーこれはいいね。そしてこうやって往復する間にまた溜まってんじゃねえか核燃料。ほらもうあるもん。これは金がじゃんじゃん溜まっていく。嬉しい。次回以降めっちゃ金使おう。あ、じゃあ早速ちょっとこれ使おう。これ使おう。これできるでしょすぐね。11000ルーブル。あ、安い安い。わかりやすく調子乗ったでしょ。で、ここで、砂利採取場で取って、あ、砂利製造工場もできてますね。ただ、バス停が届かないので人が来てないと。だからバス停を一つここに作りますかね。はい、バス停から降りて、わさわさーって言ったね。いいよ。うん。すーごい。出勤大変だな。はい、砂利も作っておりますと。いいんじゃないですかね。あー、砂利置き場みたいなのもあった方がいいのかな。これコンベア繋げられるんだっけか。あー、いけるね。あ、じゃあここに砂利置き場も置いとこうか。よし、もうこれも全部作っちゃいますからね。はい、よーし。さあ、あとはこの建設事務所の砂利を採取する先を、今まで向こう側だったけどこちらに変えますと。うん、これで建設のスピード上がるでしょう。こちらいかがでしょうか。トンネルは96%までいってますけども、いやでもさっきここでブン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 入り口やってたもんね。うん、進んではいるんだな、遅いけど。でもう一方の道路の方は、おおー、もうだいぶ下ってる。すごい、やってるじゃん。もう間もなくだね。はい、ということで、じゃあ今回ここまでですかね。今回はついに核燃料生成施設が稼働し始めました。このね、 B 型キャスクのコンテナに詰まった核燃料、これが、75000ルーブルの価値があるということで、定期的に75000ルーブルポンポンポンと増えていきます。毒フッカウラン溜まっていくばっかりなんで、もしかしたらもう一個核燃料生成施設があってもいいかもしんないね。まあそれは別途でやりましょうかね。ということで、これでもう財政基盤盤石じゃないかな。次回からもう割と好き勝手いろいろできるようになったんじゃないかなと思うので、うーん、何やろうか。なんか飛行機飛ばしたりしたいな俺。飛行機を作って飛ばす、そういうのもできれば、はい、進めていきたいなと思っています。皆さんもね、なんかこういうのやってもらいたいみたいのがあったら、ぜひコメントで教えてください。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。おお、2つ積んだ、14万ルーブルだ。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。